全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日も麓っぱらオートキャンプ場に来ていまして、結構ね、こう山とかいい感じに紅葉になってて、すごく景色もいいです。で、富士山が今もうちょっとで見えないんですけれども、あれ前ドカーンと見えるんで、晴れたらいいなという感じですね。で、この間道志の森でちょっとお声掛けいただいた方がたまたま今日また再開したんで、今からその方のキャンプスタイルに突撃します。行ってみます。すいません、こんにちは。あ、こんにちは。タナチャンネルのタナと申します。前回お世話になりました。お久しぶりです。お世話です。あ、貼ってあります。あ、本当だ。ありがとうございます。しかもこれ今は亡き10万人突破記念のモデルなんで。そうなんですよ。前回道志の森で、はい、たまたまお会いしたんですよね。はい、で、今日は麓っぱらで、はい、よく来るんですか、ここも。2回目くらいですけどね。2回目、はい、やっぱ寒くなる前に、来てこうと雪降っちゃうとね、あれなんで、ね、まあここ雪降るともう全部積もります、ね、そうですね、その前にちょっと一回来とこうかなと思って、なんかこの間はあまりお話はできなかったんですけど、はい、なんかキャンプとかどれぐらいやられてるんですか。でも今年入ったぐらいからですね。今年始めたんですか、はい、キャンプを、はい、じゃあ結構いろいろ揃えられて。そうですね、はい、割となんかこう一気に揃えた感じですか。そうですね、でも2人つねやる感じだったんで、はい、ここでやっぱ大きい中がツールームというか、2人で基本やられるんですね。そうですね、それでツールームでほら1個でいいっていうのを始め、ほらね、カープいらないやつを選んで、これを選んだんですね。あ、そうなんですか、ね、はい、でやっぱりこうあった方がいいって言うんで、あ、そうですね。で後からやっぱりね、こうこれを買い出したんですね。ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあギアについてもう少し聞きたいんですが、まずこの前にあるテーブル、はい、これはどちらのテーブル。ワイルドワンのやつ、ね、ワイルドワンのプライベートブランドですかね。あ、そうですね、はいはい、にこれ上なんか置いてるんですか。これね、チタンの板、ほら、ここが落っこって、ここにね、はいはい、汁が起こって中にちょうどこう隙間が入っちゃうんですよね。それで何かあるとちょうどこれ会社にこういうチタンの材料があるんで、それでほら会社にチタンの材料あると、そう。それでほらいらないやつがちょうど端材があるんで、はい、それでほらこうで置いちゃえばこう軽いし、ほら、ね、手掃除が楽、そうそう、ね、それでこれを置いてるんですね、はい、でこの前にあるこのこれはこの DOD のごとごとくっとか、これ巻きにもそのまま直火でもいいような、うんうんうん、ようなタイプのやつですね。ここがですね、直火 OK のタイプで、はいはい、でこの下のこのバーナーはどちらですか。これがユニフレームで、はい、こっちが EPI、 これですよね。あ、そう、 EPI です、うんうんうん、寒い時だとやっぱりこれじゃないとガスが、うん、ちょっとね、うんうん、朝方はね、辛い、こっちはちょっとこれ、ね、風とガスだとちょっと辛いのがあるんで、うんうんうん、その時にやっぱこれがあった方がいいなと思って、うん、じゃあこの2口でやられてるんですね。普段こっちでもいいですけどね、ちょっと寒くなると、うんうんうん、それ用にやっぱりこう、ね、ないとっていうんでね、やっぱね、寒さを経験するとなるほど、そういうことですね。そうですね、はい、で、座られてる椅子がコールマン。コールマンですね、コールマンの椅子で、でこれがストーブ。そうですね、これはなんかあれですか。もう40年ぐらいの40年、中にこう入れてやるのに、うんうん、ちょっと冬寒いから、いつもこうプライベートでラジコンとかやるんですけど、ラジコンも外寒いじゃないですか、はいはい、そういう時にこうほらずっと持ってきちゃったらそのままあるんで、それをずっと今日ね、寒い時はこれをね使ってたんで、そのまま今日も多分、はい、ラジコンは何をされるんですか。今はヘリとかグライダーとか、はい、飛ばすんですか。そうですね、グライダーでもこう無重力のやつって投げるんですよね。機体が1メーターの、羽が1メーター50の、重さも250ぐらいしたんです。そんな軽いんですね。それをぶん投げて、はい、こうやつ上昇気流をやるんですね。それを動かすんですか。そう、動かすんだよね。そんな軽いのになんか飛ぶんです。動くのが乗ってるんですね。そうですね、サーボが全部、エルロンとエレベーターとララーが全部動いて、はい、要はこう上投げて、はい、砲丸投げみたいに投げるんですよ。はい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 、これをでぐるぐるぐるっと回して、で、あるとずっと点になっちゃいますね。点になるんですか。そうそうそう、200m とか、もう上げようと思えば、うん、そこまで行くと見えなくなっちゃうからね。あ、上がるのが楽しいんで、上がったら下ろしてきちゃうみたいな、そういうのが、あとヘリコプターとかね、そういうようなやつ。はあ、ラジコン、はい、まあで、まあ、それでもまあアウトドアで使われてるですね。そうですね、でこのちょっとすいません、横に行って、はい、すいません、このなんかこうシステムの棚ですかね、これ、はい、これはどこですか。これはなんかアマゾンでなんか、はい、なんかあったやつを、はい、初めこういう、こういうなんか DOD みたいな、こう、はい、なんていうの、こう木を入れて、こういうの、ああいうのを自分で作って使ってたんですけど、はい、厚い板で作っちゃったんで重くて、うんうんうん、で基本的にそこに入れるんですね。あ、あのボックスに、あ、脇に、ここのところに
このサイドにちょうど入るように、今は外から出してますけど、うんうんうん、これ入るのを作ってたんですけど、ここにぴったんこ入るんですよ、うんうんうん、それを探して、で最後ここにこれ取ったほら、あのユニフレームとかこういうのバーナーあるじゃないですか、はいはい、あれもこの上にほらちょうどここの上の天板を取ったら乗る、まあ使ってはいないですけど、これでサイズも、ね、うん、いいし、ぴったりだし軽いし、うん、それでちょうどこれを見つけてしまったわけですはあ、なるほど。でこれあのランタン、これどこですか、これレールローザーのなんかほら最近の版みたいなやつ、うんうん、これおいくらぐらいでした？1万2、3000円1万2、3000円、オイルランタンですね、オイルランタンです、はい、いいですか、やっぱりとりあえずやっぱこのなんか光がいいですね、はい、初めの LED だったんですけど、やっぱちょっと味気ないですよね、はい、あ、まあ、優しい光がね、そうですね、はい、あのいいですもんね、はい、あ、じゃあこれを使われて、他にランタンはあるんですか？この2つだとガス、ここにここ、全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです、ただいま、キャンプ道具ベスト10に出演いただける方を募集していますので、ぜひ Twitter や Facebook、Instagram で、DM ください、よろしくお願いします。これもコールマンのこれ 200A ですか？そうですね、自分のバースデーなので。ということはヴィンテージであったんで、新品だったんですよね。これがですか？はい、珍しいですね。そう、それでやっぱり何年ですか？65年。おー、があったんで、まだ3回目ですね。あ、3回目。この前ちょっとこれマントルが切れちゃったんで、今日新しいそうですね、この割れちゃったんで、うん、はい、じゃあこれから空焼きして、そうですね、いいの見つけました。そうですね、で初めほらあっちの普通のツーマントルがあったんですけど、 あそこのあるんですね。そうですね、ほうほうほう、でこれ見つけたんで、やっぱね、あ、やっぱ、まあ、これをねもう逃したら多分ないですもん ね、使ったのは出てくるでしょうけどね、うんうんうん、このポールはこれは なんと言われないですか？あ、これ自分で作ったんですか？はい、へえ、 DIY されたんですね。そうですね、こことかも。そうですね、すごいですね、なんかそういうお仕事されてる。私は溶接で、前言ったときは薪ストーブを作った、覚えてませんか？はい、あ、 あれを作った、はいはい、ああいうのもだからあるもので溶接で作るみたいな。あ、そうなんですね、はい、でもこれかけれるようにしてるんですね。そうですね、ありがとうございます。でこっちのこの焚き火台、はい、これどっちなんですか？これも自分です。これも、え、これをですよ。そうです、これ作ったんですか？これをちょっと持ってみてください。お、軽い。チタンで作った。ユニフレームあるじゃないですか、はい、あれのほらこうコピー、格好はほら寸法はコピー、あ、ま、すごいですね。そんなことできない。これチタン、これちょうど灰受けがほらこう、あ、すごい、ここは灰受け作って、これまあ、自分用だから作るってことですね。そうそうそう、これまだこれチタンで、はあ、そうなんですね。これちょっと落ちるじゃないですか、ね、はいはい、あ、すごい、これオール、はあ、あ、でこれちゃんと折り、ね、同じだ、寸法的にはほらほとんど同じ、だからこういうとこは大体でもほらリビットとかでほら、はい、すごいっすね。でこれがまあ、あ、そうです、多分今日やばいかもしれないけど、風来たらね、なんかこう、いい風が来るイメージがありますもんね、うんうんうん、まあ、ふもとっぱら、まあ、ちょっと風が出やすいですもん ね、こう平地の分。ああ、すごい。で、これあの、メインで使われてるこのタープは、これはどちらのなんでしょうか？ DOD ですかね。DOD、はい、結構遮光性強そうですね。そうですね、これ同心の時に大雨だったんですけど、はい、あ、以前、そうそう、いた時、全然大丈夫でした。あ、まあ、確かにこれだけこう広ければね。そうですね、まあ、ここあればもうほぼ振り込みようがないですよね。でコット飲みたいんですけどね、染みてこないでも大丈夫です、ね、うんうん、あ、ここが、はい、なるほど。はで、こちらのテントなんですけれども、これ何のテントなんですか？小川のビガスってやつです。小川のビガス、はい、うーん、何人用ですか？2人ぐらいな、2人用、なんで、ステーシーってあるじゃないですか、はい、あれとこれ中が一緒なんですね。一緒なんですね、中の部分は。あ、これちょっといいですか？あ、はい、でこれがぐちゃぐちゃです。電室みたいな感じにな、はい、電室で、あ、そう、これがだからこれが全部中入るんですね。あははは、夜とか、そう、夜とかほらこれない場合は、ちっちゃい場合は場所が張れないとかそういう場合は、あれがこう、これがないバージョンの時もあるわけです、ね、これがそのまま全部今出てるだけで、出てるものが全部中にしまえるように、はいはい、そのスタイルになります。ああ、はあ、で、これが吊り下げ式ですかね？そうですね、はい。おで、今日は、寝るのはどういうスタイルで寝られるんですか？コットで、はい、この後こうエアのやつですね。あ、だから先ほど作られていたコットですね。そうですね、があって、上がコールマンのエアマットで、
寝袋、寝袋もコールマンのなんか結構なんか寒くても大丈夫な、うんうんうん、フォーシーズンみたいななんかちょっと、うんうんうん、を使われてるということなんですね。いや非常に快適そうなキャンプスタイルで、今日も存分に楽しまれてください、はい、どうもありがとうございます、はい。